イクラがけすんよっ。今日の動画は今月のメンクラの、うん、そうそうスラジャンでしゃい。はい、前田のことは説明しておりますが、メンクラの今月の一押しとはコスパ、着回しやすさ、トレンド性、この3つの観点から今月のおすすめの商品を紹介していくという、まさに最強で究極の企画でございます。おもうないです、夏物商品するもの。実際マジで。でも今回紹介するのは夏のマストアイテム。いくつ買ったって足りないかもしれない。一体どういうアイテムなのか、ぜひ楽しみに見ていてください。それでは続いてみましょう。じゃーん、こちらでーす。タンクトップですね。本当になかったんだね。いや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 、マジおすすめなんで。こちら GU のアイテムですね。ドライポンチロングタンクトップ、お値段1490円。サイズ展開が XS から 3XL まであって、こちら S サイズを購入しました。カラー展開がホワイト、ブラック、ブルーで、ホワイトを購入しました。まあ、なんで今年タンクトップがいいかと言いますと、どうぞ。今年スケスケのアイテム、まあ流行ってます。で、このスケスケのアイテム、直接素肌に着るわけにはまあいきませんよね。確かに。そこで必要になってくるのがタンクトップなんですよね。あれ、悪いインナーじゃダメなの。普通の透けちゃうのダサいじゃん。まあ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 、ね、半袖 T シャツよりこの袖がない分単純に涼しいと。あとね、こちらのねタンクトップね、内側通気性のいい感じの素材になってます。まあシアーってさ、そもそもまあ涼しいじゃん、透けてるから、うん、まあそれを最大限に活かしたインナーだよね。そういうことでございます。まああと普通のカットソーだと袖が出てくるとかさ、うん、まあいろいろその心配をしなきゃいけないけど、まあタンクトップだとそれがないよね。うん、そこもまあメリットの一つかなと思います。これね、1490円でね、素材感いいんでね、リアル最低3枚は買っといてほしいなと思う。白と黒で持ってたりとかね。そうそうそう、まあ、ちょっとねこれを使ってね、コーデ例をね2つほど上げていきたいなって思います。じゃあまず1つ目のコーデに雪着替えてもらいましょう、はい、いきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。買ったタンクトップが S サイズなんですけど、うん、結構丈長めです。そうだよね、 S の割には長えな。そうです、うんうん、まあ、レイヤードとして使いやすいなという感じですね。だから、まあ、さっき言った通りシャツのインナーとして使うのもいいんですけど、締めて、まあ、レイヤードのアイテムとして使うのもいいのかなと思います。あるのとないのじゃね、全然清潔感の印象が違うからね、白がちょっと挟まるだけで印象がめっちゃいい。レイヤードしやすいポイントがさ、スリット入ってるんだよね。うん、タンクトップで S サイズとかで着ると身幅が狭くて、レイヤードしようと思っても引っかかって上に上がっちゃうこととかあるんですよ。でもスリットが入ってることによって、そういうことがなく、しっかりとシャツの隙間から見えてくれるのがレイヤードしやすいポイントですね。じゃあ2つ目のコーデ、透かし網の中岡がじゃあ着替えていきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。まあね、さっきとね、シャツは変えてないんですけれども、前開けのタックインしてます、今回は。うん、あとね、これ開けてみて思ったのが、首元意外と広い。まあ、もちろんね、このタイプが似合わない人もいるんだけど、俺個人的にはね、深い方が好きなので買ってよかったなと思いました。でもやっぱ涼しげですよね。涼しいでしょ、着てて。涼しい、ほぼシャツ1枚の感覚です。うんうんうん、まあ、タンクトップ1枚だと厳しいですけど、特に今年トレンドのシアーシャツとかとはすごく相性がいいと思います。シアーシャツを今年の夏メインで着回していくっていう人には必須のインナーなんじゃないかなと思います、うん、マジで 2,3 枚買っとけ。はい、というわけで今日は今月のメンクラのドゥドゥン、どうぞ、プッシュバージョンでした。いかがだったでしょう。まあ、タンクトップって結構ずっとあるけどさ、大きいところが出してるイメージなかったのよ。うんうん、だけど今年出てきたってことは、やっぱり今年トレンドのシアに合わせるように出してるんじゃないかなと思うんで、まあ一番相性いいんじゃないかなと思います。まあ、K みたいなモードとか、シアみたいな綺麗めの人とかは、結構今年の夏の必須アイテムなんじゃないですかね。間違いないですね。透かし系のアイテムじゃなくても、普通のシャツ合わせの時とかにも、タンクトップは今年は結構着てますから。今日紹介したアイテム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、このチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンクラのインスタグラム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、コンテンツのアイテム